先日は世話になったの。まだ来ちょらん。急いで欲しいもんじゃが。なんじゃ、龍馬さんに話を聞いちょらんがかえ。ここにある松陰先生の亡骸を取り戻しに来たんじゃ。おまんは先生に会うたことがあるがかい。わしは残念ながら松陰先生の教えを受けることはかなわんかった。けんどあん方の志はよう知っちょる。先生こそ貧しい身の上ながら国を正そうとした真の鬼人じゃき。亡骸を荒らされるわけにはいかんぞよ。近頃ムクロの腹渡を抜き去る輩がはびこっちょるそうじゃ。薬として売るそうぜよ。遅れてすまん。おお、おまん。詳しい話は伊蔵に聞いたかの。コンテナに忍び込んで松陰さんの亡骸を探すぜよ。追っ始めるかい。あいつらは松陰さんの身内みたいなもんじゃ。冷静に琴を運ぶのは難しいじゃろ。騒ぎになったら困る。参るぜよ。外れじゃ。けんど死体を荒らす輩がいるゆんは本当のようじゃな。
たろう。他のやつじゃけんど、おい、腹綿を抜かれちょるぜよ。これは松陰さんじゃないの。松陰さんの亡骸じゃ。よかった、まだ荒らされちょらん。行くのは許せんぞ。下は全部俺たちの飲んでくれね。邪魔が入ったの。けど松陰さんの亡骸は無事じゃ。西宝寺に運んでしっかり供養するぜよ。伊蔵、すまんが元帥たちを呼んできてくれるかい。伊蔵先生は寛大にも腐ればくりどもを解き伏せようとしちょった。けど幕府はそれに大獄で報いて死体の山を築いたかじゃ。国元の上司どもと同じで、奴らと話し合うなぞ時の無駄じゃ。結局は敵を斬るだけの力がある方が勝つ。先生が民草に決起を問いちょったがは、そういうことかい。伊蔵、おまん大丈夫じゃ。ちゃんと話は聞いちょったき、草加さんたちを呼んでくるぜよ。の、伊蔵は松陰さんの言葉をああ捉えちょったが、おまんはどう思うた。
そう、そういうことじゃ。さすがおまんは、わし以上にわしのことが分かっちょるの。どうにも伊蔵は考えが止まっちょるっちゅうか。あのままでええもんか、危うく見えたんじゃ。そりゃ動き出さんと何も変わらん。けんどわしは何を目指すのか、腰を据えて考えてみたいんじゃ。